もうかかんないよ、この電話かけてんだけど。何度かやるとかかるから何度かトライしてください。もう昨日からずっとこれなんだよな。もう鑑定は、すいません、両方やってんだけど鑑定全然つながらないんだけど、なんか逆に鑑定からこっちにつなぐ手段ないかしら。本店さん、すいません、何やってもつながりません、鑑定と。保安班より連絡いたします。現場で、雰囲気線量が若干上昇しております。そのために現場の作業員の100ミリ管理もかなり難しくなっているところにありますが、残線量管理を十分されるようにお願いします。現在残線量管理をしておりますが、ここにいるメンバーにつきましては100ミリに到達するのがあとわずかになっております。応援部隊の計画をお願いいたします。本店さん。はい、こちら本店です。ちょっとね、また別の問題が一点上がってきて、これちょっとうちで対応する余力ないんで、なんとかフォローアップしてほしいんだけど。了解です。このまま発話ください。言ってください。1号機燃料プール、今むき出してます。飛んじゃったもんだから、そっからですね、ちょっと湯気が出てるという話が今出てきてて、ほんでなおかつ1、2号のですね、リアクター側の線量が非常に高いということで、ちょっとまあもちろん1号の影響もあるんでしょうけども、1号というか炉の影響もあるんでしょうけど、プールがですね、あの状態じゃちょっとまずいんで、手を打ちたいんだけど、なんとも水源もないんで、知恵が出てこない。海側からいやそれねなかなかそれ考えたんだけど、下に大事なものがいっぱいあるんだよ。だってどの道吹き飛ぶね。それと2号機もね、いつこうなるかわからないんで、いろいろ前もって作業したいんですけども、はい、実は水素爆発があるかもわからないということで、今作業員を全部引き上げたんですよ。で、2号機の排水注入ラインはまだ、生きてない、はい、でそこを生かしに行くにはかなりの勇気がいるんだけど、これをもうジジイの決裁で行こうかなと、いうことをちょっと今相談したんで、人が行くってこと、はい、排水系の現在1組入って6時から、6時20分あれがダウンスケールしちゃったじゃん。10時まで対象の地域については水位が止まらないかの、こと、え、小森さん、はい、水位がダウンスケールしてる、これね、もう危機的状況ですよこれ。それからダウンスケールが6時10分なんで、完全にこれ露出してる状態になってますよこれ。本店、はい、本店、大変です、はい、大変です、はい、3号機、多分水蒸気だと爆発が今起こりました、はい、はい、緊急連絡、11時1分です、11時1分、了解、緊急連絡します、はい、あと現場の人のは、対現場の人、全員さ、現場から上がらせられるかい、緊急に関係場所にすぐに連絡して、緊急連絡。ぜひ燃料のことについて言えばですね、あらかじめもう用意しておいていただきたい。え？あらかじめ用意しておいていただきたいと思います。それはね、用意しておいてもらえばいいんですって言うだけの人は羨ましいよ。すいません。それは誰だってそう思うよ。だってこのドタバタの中にさ、その物資が来ない、はい、運ぶ手段もない。その中でギリギリみんなやってんだからさ、はい、そんな綺麗事言ったってできないものはできないんだよ。だからどうしたらさ、よくできるかとかさ、そういうこと考えていってほしいんだよ。これからのことですので、ぜひお願いしたいと思います。早瀬ですけどね、吉田さん、1回フラディング冠水してるから、多分少し、はいはい、少し時間的な余裕はあるから、落ち着いてだけど、はい、一番開きやすい SR 弁を早く探して、はい、早くバッテリーをつないで、はい、とにかく今全部閉まってるんでしょ。開けると、はい、とにかく早く開けないと、はい、はいはいはい、3.15、了解です。ちゃんとやってよ、露水ダウンスケール、はいはい、何やってるか
じゃあドライルの小弁開ける方向で調整します。ああ、ドライルの小弁っていうのはそのままあの生状況出ていますからね。格納容器の中の、はい、あれ物山で出ちゃうんですよ。いや、まあ、だけど開けなきゃ、もうでもやるしかないです。開けなきゃ加圧しちゃうんだから、開けるかないと、もうこれはブレイクするのもう後のこと考えないで今やるべきだと思います。開けるんだよこれ、うん、ドライウェルベントできるんだ、まあ、さあ、おい吉田、ドライウェル 0.74、 はい、ドライウェルベントできるんだったらもうすぐやれ、早く、はい、余計なこと考えるな、こっちで全部責任取るから、ともかくドライウェル小弁でもいいから早く開け、はい、あの小弁は開いてももう一弁あるからさ、両そっちは開いてるのかい、もうあのいろいろ聞かないでください。ドライウェルベント今開ける操作してますんでディスターブしないでください。